はい、じゃあ残り3ホールになりまして、はい、まあ、さっきの集計でハンデ入れてプラス4です。で残りのホールが、まあ、ハンデ入れてバーディー2個とパー1個取ればイーブンなんですよちょっと考えたんですけど、まあ、結構大変だなっていう、はいはい、ですが、まあ、ハンデはちょっと変えるのは良くないなと思って、はい、まあ、代わりなんですけど、まあ、さっきまでコーボル打ってもらってたんですけど、これをベストボールスクランブルにします。だ2人で打っていい方ボールを採用、はい、だからティーショットも2人打てるし、うん、セカンドもそう、もうパターも2人打てるんで、それだけちょっと頑張ってバーディー2つパー1個頑張ります。はい、目指してください。バーディー2つ、はい、そうですよね。もうここはショートなんで、ここで事故ないように。そうですよね。もうルール変更はないんで37ヤード打ち下ろし入れてちょっとあるね。はい、うん、ドライバー、なんか、本当でも乱出ちゃったらもうそうだね、行っちゃうね、あっちに。そうですよね、きっと。例えばじゃあウッドだ。ウッドか、出番か。T 立てるから、うん、そうですね、そうだね、ありやすい。どうも、あの下支えになってればいいんです。とりあえず今日の、今日のこいつの、こいつの実績は、実績は1のチョロって感じです。実績1チョロって感じです。ユーティリティでいきます。ランドバーディーを取らないと。でかい。うん、やばいっす。バンカーよりもはるかにいいと思います。バーディーきつくない。いや、私はもうあくまで下支えで。はい、お願いします。このウッドね。おおおめちゃくちゃ、そうですね、左です。いやー、チップイン狙おう。チップイン本当に本当に、うわー、まあ、でも1個はパーでもいい。そう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 、うん、もう割り切って。そうですね、そう、皆さんの採用して難しい台うまい。あー惜しいな。フックってことか。いやでもカラーで落とすぐらいでいいですよ。うん。もう普通にまっすぐ行っちゃいます。ナイス、うん、ナイスです。耐えました、耐えました、耐えました、はい、耐えました。パーでなんとか、はい、すげえバーディーでバーディーバーディーでいきます。あの手前のバンカーまで173でピンまで220だから、あの花道狙いですね。そうですよね、200打ち上げ入れて220しかないの。はい、220しかないです。パワー4でこれもバーディー、はい、そうだね、バーディー狙いですね。そのために私はパーフェクトだよねそうです。あの旗までが、うん、あの旗まで127、なるべく左だね。バンカー入れたくない。吸い込まれました。バンカーでーす。左バンカー。ちょっとドライバーはどうしてもやっぱおんぶに抱っこ。うん。
ちゃった。カー越えだ。内緒です、内緒です、大丈夫です。全然大丈夫ですか。全然ここそうですよね。ここ歩いてなくて、やばい、私あれも距離はバンカーの方が近いって意味や。そうですよね、はい、きっと多分バンカーにすごい飛ばしてくれたんで、はい、バンカーに入ることはないと思います。なかなか真剣にグリーンを確認してましたね。見えました。はい、55。もう上に行った意味が本当にバンカーの見学しに来たんだよね。そんなもんかなって。うん、やばそう。いやいやいや、大丈夫です。全く下のタイム慣れてない。いや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 、ちょっと距離がどうだろうか。左ですかね。ちょっと皆さんは多分得意だから。いや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 、何？すごい。バーディー。結構長いよ。長い。すごい。これは取り直しなしです。取り直しなしです。バーディー。おー。すごい。いやー、やりましたね。見せますね。なんかもうずっと お笑い担当かと思ってたんですけど。やるとこやる。うん。いやでもパター距離感が本当すごいっすよね。いや、よかったです。すごい。おー、すごい。うわ、これは面白い。最終、最終です。最終です。最終です。面白くなってきました。なんとかここまで、はい、来ちゃいましたね。来ちゃいました。なんと。しのいだね。さっきのね。はい。ナイスパットです。ありがとうございます。さすが。席がまた。で、ここバーディーで目標達成。目標達成。天城府ゲットです。ゲット。取ります。はい、しかもな、まあ、パー4だけど結構短い。そう、短め。ここも短めで上がり2ホール優しい感じで良かったです。本当ですね、うん、ちょっとあのロングのホールで私がやらかしてしまったことが始まりでおかしくなっちゃったのでここは頑張ってバーディー取りたいと思います。いいところに置いて次が打ちやすいところに行けるように頑張ります。ただただ足を引っ張らないで、あんまりそうだね。本当に決めるとこ決めるか。決めるとこ決めるでちゃんと私も頑張りたいです。取りました。はい。さあ運命の最終ホールです。大丈夫、バンカーじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。私は思いっきり左を向いて傾斜を使ってフェアウェイに出す作戦できます。どちらですね。右ラフ見えなかった全然、うん、あ、右ラフ、うん、100ヤードの杭の前。あ、かわいい。ちょっともうちょっと左じゃねえかな。めっちゃいい当たりしてたのに、ね、よし、まだ可能性は、ありがとうございます。いつもいつもセカンドが多分100台かな。相手の
よくわかんないけど。相手のって。はい。ここで相手のよくわかんないですけど。56で。バカ。いや、本当にごめんなさい。大丈夫です。本当に。大丈夫です。何が56ですよね。もうやだ。プレッシャーだけを与えてしまいましたね。だから55くらいかな。手前だから。でも手前すぎてもあれか。ちょっと私左向きやすいので右向いて打ちます。を狙わないと。いや、普通だったらめちゃくちゃナイスなんだ。そうだね、普段だったらね。はい、行ってみましょう。はい、次狙いで行こう。はい、うまい。ちょっと待って、私はうわー、緊張するな。強めにお願いします。かしこまりました。強めですね。バカ。強いな。じゃあ最後みゆちゃん決めちゃってください。はい。はい、まあナイスパーですよ。ナイスパーだけどね。はい、バーディー目標だったから。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー悔しいな。残念な結果になりましたけど、ね、ナイターのライトも本当だ。終わりを告げております。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。後半はダブルスやって、最後の3ホールはちょっと内容変えて、結果的にはちょっと一打足らずでしょね。最後の最後でだからワンオーバーってことですね。ハンデありのですね。はい、まあゆうちゃんがね、いい経験になったっていうことで。そうです。めちゃくちゃ初めて悔しい思いをしてます。泣いちゃったもんね。泣いちゃった。あ、カメラ外で泣いてたんですね。はい、次はでもちょっといい姿を見せれるように、はい、頑張ります。私も、はい、まあ、ちょっとアマゾンギフトはお預けですね。次また、はい、あのこんな感じの企画で、はい、ぜひゲットお願いします。はい、はいはい、それに向けて頑張ります。はい、頑張ります。じゃあ、まあそんな感じでちょっと今回の動画は終わりに、はい、なります。はい、はい、じゃあまあこの動画がいいなと思いましたら、まあ、ぜひ、まあ、いいねとかお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。